れて入り乱れてレフリーこんな来ることって今までなかったじゃないですか。そうですよね、もう総動員ですよね。いや新日本プロレスのレフリー総動員です。緊急事態です。そして棚橋はカウント2つで返しました。メインイベントにはめっぽう強い棚橋、ただ目を閉じている。棚橋が目を閉じている。危ないか危ないか、来るのか、切り返して、おコブラツイスト、グランドコブラ、グランドコブラツイスト、カウンターどうだ、グランドコブラ、めっちゃ。皆さんプロレスを見ているときはもっと明るい顔で、もっと楽しそうに、もっと元気よく、これからも新日本プロレスをよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲスト重心さんがレイガーさん、ナウ、テンションが高い、うるさいと思うかもしれないけど、うるせえ、そんなことは誰も受け付けねえ。今日のセミとメインを見たこのテンション、テンションが高い。そのメインイベント、棚橋宏選手対イービル選手なんですけども、はい、途中ですね、東方選手が介入、そしてやっぱりあの翔選手がレフェリーが引っ張るとか、うん、いろんなことが起きてレフェリーもたくさん来ました、うん、そんな中最後は棚橋選手も急所やられたらやり返すでしっかりと勝利をもぎ取った。この戦いどうでした？いや、やっぱりそのある意味 G1 のね、やっぱ勝たなければ何にもならないという、何を言っても勝って決勝に残らなきゃ意味がない、優勝しなきゃ意味がないという、その自分を知ってる棚橋選手だからこそのね試合だったんじゃないかと思います。やっぱ最後相手がもう何人の、まあ、会議小選手が御用がしっかり諦めずに、そう全員に9勝やったりとか、最後までね、しかもレフリーが今日何人で、今日3人出てきましたね、後からね、はい、これもやっぱりレフリーみんなで話し合ったんだと思うよ。ああ、もうこれ以上、もうこれ以上もうそんな好きなことやらせちゃダメだって、無法地帯になるからってことで、レフリーもみんな決めたと思う、本当にありがたい。その最後、棚橋選手を軸にこうレフェリー全員で手を挙げるシーン、あれはね、棚橋選手、粋だよ、粋ですね、かっこいい、ね、ああいうの自然にできるんだから、レフェリー冥利に尽きますよね、正義を通り、ちゃんと貫いてと思う、うん、みんなあのレフェリー人生っていうのかな、うん、綺麗な1ページ1つ追加したんじゃないかな。ね、うん、最後ですよ、あんだけ散々やりたい放題やった、ハウス・オブ・トーチャーが、まあ、実況の清野さんには、急所の館と呼ばれみんな内股になって3人すごすごと帰っていきましたけども、かっこ悪いよなそれでもまた何か言いながらさ、ああじゃあこうちゃん言いながら引き上げていくって、はい、かっこ悪いなただもうお客さんの幸福感っていうのはすごかったですね。もうお客さん今日もハッピーで帰ったと思うよ。これ俺すっちゃ面白いわ、ね、いいわ、うん、でその前のセミです。ジョナ選手対ジェフコブ選手ぶつかり合い、まさかの雪崩式のトップコーナーからのブレンバスター、その後160キロが降ってきました、降りました怪獣対怪獣、あれを間近で見たライガーさん大興奮でしたね。いや、もう久しぶりにね、なんていうんだろう、もう死のこと言わないで見ておくれみたいな試合ですね、はい、もうぶつかり合い、殴って投げて蹴飛ばして、うん、もうそれのみの下技の仕事だって、最後の2つぐらいだよね、そのコブラを投げたのとスプラッシュ行ったのあとぶつかったりとかね、そんなことですよ ね、そんな試合だけど、もう本当にプロレスの楽しみのある意味頂点、そうですね、の部分を見せてもらったなって、はい、何の知識もいらないです、プロレス知らなくても全然楽しめるこの試合ぜひ見てほしいですねだって160キロ飛べくなで、そんな世界ないで、ないですね、 でも勘違いしてほしく、勘違いしてほしくないのは、ジョナ選手がすごいから160キロだけどあのスピードで動けるという、なんか感覚がおかしくするんですよね、160キロスピード出るんだとか思っちゃうんですけど、そんなことはないですね、まずないね、まずないですいやー、ジョナ選手が素晴らしい勝利で、こちらは A ブロック、この結果を受けまして岡田選手がまだ6点、単独でトップは変わりないんですけども、
あさって、その岡田選手とジョナ選手が戦いますんで。嘘。はい。あさってもう、あのジョナ選手が連勝中の岡田選手と戦うんで、これ大注目でございます。大注目だね。はい。そしてその前の試合は C ブロック、内藤選手対今日誕生日だったアロン・ヘナール選手、アルティマで勝ったかと思ったんですけども、自ら技をほどいてしまいましたね、勝ったと思って。あれはね、すごいだからあんまり頭に血が落ちたら、やっぱレースの部分も残しとかなきゃ。そこだよね。そうですね。そこでその結果を受けて C ブロックは棚橋選手がメインで勝ったことにより6点3勝1敗となって単独のトップになっています。そしてその前の試合は太一選手対チェイズ・オーエンズ選手です。オーエンズ選手が途中阿部美穂さんに宙をキスしてくれと、それが作戦だったかどうか本人に聞かなきゃ分かんないですけども、でもそれが結構あの間を空けて太一選手の逆転を許してしまったという事実はありますよね。 ありましたね、そういう事実が。 はい、ですからやっぱりこう、まあ、オーエンズ選手、人の T シャツを盗んでオークションをかけて売ろうとしたりとかあのジェイ・ホワイト選手に負けたから15万円もらったりとか、素直に今回女性をねこう追いかけてしまったりとか、金と女で転落する男にはなってほしくないですね。そうですね、はい、そんな大人になってほしくない、はい、ライガーさんも言われてましたけども、こんな大人にはならないでくださいと。はい、はい、ということでございます。この B ブロックの結果なんですけど、太一選手の勝利を得たんですけども、単独トップはジェイ・ホワイト選手、6点で3連勝で変わりはありません。でその前の試合は D ブロックです。ジュース・ロビンソン選手対高橋裕次郎選手、お互いバレットクラブ同士の対決ということで、見どころを注目してたんですけども、ケインで急所を打ったり、ケインで殴ったり、ジュース選手にしょっぱいって言われてたんですけども、意地でなんか汚いこと使いましたけどね。はい、意地見せましたよね。ただあの2人の関係も微妙だよね。微妙ですね。うん、あんなことして元さやに距離感ちょっと空いちゃうような気するんですけどね。僕もそう思います。はい、ということで D ブロックはですね、その結果を受けましたけども、まだデビッド・フィンレイ選手が勢いをつけて6点3勝1敗でトップでございます。でもまだ明日も G1 クライマックスあります。大阪大会でございます。17時ライブ配信いたします。こちらは吉橋選手対ファンタズム選手、矢野選手対ランス・アーチャー選手、後藤選手対ザック・セイバージュニア選手、これは C ブロックトップの4点同士の戦いです。そしてセミファイナルはオーカーン選手対ジェイ・ホワイト選手。面白そう。面白そうですね。はい、はい、オーカーン選手が連勝のジェイ・ホワイト選手を止めれるのかどうか。でメイベントは去年から因縁があります高木慎吾選手対ウィル・オスプレイ選手でございます。G1 やばいですね。これはまたバチバチのお付き合いなのに、ね、付き合いでしょうね。はい、高木選手は今2敗なので後がない状況ですね。そうですね、はい、3敗は絶対みんなしたくないと思ってると思う。はい、もう見どころたくさん G1、全20大会、折り返してます。ぜひ皆さんこの時も見逃さずに見ていただきたいと思います。あります。はい、ということで大興奮のライガーさん、最後に一言お願いいたします。プロレス最高。